出没アダミチック天国エキペディアです。はい、今日は、このなかなか荘厳なというか、厳かな作りの駅舎ですね、JR 日光線の終点日光駅に来ております。なかなかなんですよ。しかし駅前はこんなちっちゃなロータリーと、やや閑散とした、でも何エキスパ天然温泉とか書いてあるんだけど、近くに温泉もあるんですかね。こちら側の通り、今黒猫大和の、車が、降りてきた方をずっと登っていくと、あそこにかすかに見えますね、緑の、ちょっと山小屋風屋根、あそこが、東武日光駅なわけですが、今回は JR の日光駅をご紹介だ。JR 日光駅はですね、古いですよ。1890年、明治23年の開業です。最初の駅はこんなゴージャスじゃなくて、質素な平屋の駅だったようなんですけども、まあね、もともと日光といえば、二荒山神社、日光東照宮、明治の当時からですね、日本有数の観光地でありまして、皇族、外国人観光客も非常に多く訪れる駅だったということから、建て替えられたわけです。で、この駅舎がその建て替えられた当時のままという、1912年、大正元年だそうですよ。わーってことはこれ、101年目ですか、この2代目駅舎は。はあ、すごいっすね。ネオルネサンス様式、木造洋風建築2階建てということで、これ2階が実は、貴賓室とかがね、あったわけですが、今は、まあ、一般人は入れんとこういう作りになってて、ハワイのピンクハウスに負けないほどの、まあ、ピンク柱なわけですけれども、長らく設計者が見つからなかった、もう誰だか分かんなかったそうなんですけども、2012年になって、地元の郷土史家の研究で、当時の鉄道院技師明石虎夫さんという方が設計したものにほぼ間違いないと判明したんだそうです。いや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 、よく今になってそれが判明したよね。なんで今更になってなんだろうかという、まあ、気がしなくもないわけですけれども、この JR 日光線、まあ、国鉄時代からも含め、日光線ですけれども、昭和57年1982年に、急行日光号、こちらが廃止された時点で、上の、まあ、東京からの、乗り入れ直通列車が、廃止されております。まあ、なんでかって言いますとね、宇都宮駅で、実は線形、まあ、線路の形がですね、こう東京側から、南からこう下ってきて、日光線に行くのにこう方向転換する形になるんですね。逆方向に走り直すような形になることから、まあ、非常に不便と言わざるを得ないということもあるんでしょうか。直通列車が今はもうなくなっており、宇都宮からのんびり、ローカル線の、普通電車が走ってくるのみということになっております。そして、ここに乗っているけれども、ついこの間の2013年3月16日ダイヤ改正で、この昔の165系急行型電車のパーツを流用したという107系電車が廃止となり、205系電車が日光色、日光線カラーっていうんですかね、まあ茶色、このクリーム、この雰囲気、この駅舎のこの壁の雰囲気とマッチさせたカラーリングのものがデビューしたと。ということで、これが武蔵野線とか京葉線とかを走ってた、まあ、電車を、まあ、改造したといいますか、アレンジし直して、走っているということで、ここを上がっていくと貴賓室なんですかね。
はあ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 。で、こちらが、待合室的な、おお、待合室すごいいっぱいいる。すごい。で、すごいなんか、明かりも渋い感じになってましてね。もはや小さな、まあ、終着駅の一つなんですけども、それでもやっぱり、利用客は少しはいてくれるかなと。その利用客ですけども、2011年の1日平均乗車員数、815人ということで、まあ少ないですね。まあでもこの2011年というのはですね、東日本大震災があったあの、まあ大打撃を受けた1年ですから、まあ、参考にはできんだろうということで、別データです。2000年がですね、1154人。2005年、5年後ですね、976人。さらに5年後、2010年、896人ということで、いやいや、JR の利用客、軒並み減少傾向で、困りましたね、これね。やっぱりあれですかね、新宿からの、まあ、スペーシア、JR 特急、東武日光、直接乗り入れ、こちらの影響があるんだろうかなという気がしますけれども、別にですね、ただ、東武線経由でも早くないんで、ぶっちゃけ JR でもですね、頑張って走ってればですね、宇都宮から日光まで、そしてまあ、上野からの普通列車、もしくは快速ラビット、レベルの列車でも、十分特急に負けないスピードで、日光までは来れます。ですので、まあ、もうちょっと、まあ、廉価な車両でも構わないんで、まあ、快速優等列車を直接日光まで走らせるというパターンのやつでヤンスを作れば、もっともっとね、JR 日光駅、利用する人も増えるんじゃないかと、まあ、思うわけですけども。ということで、この厳かな駅舎を失ってはいかん。ずっと残しておいてもらいたいですね。と思っておるわけであります。はい。では、ガタゴトガタゴト JR に乗って帰ります。エキペディアでした。